エフタ開いてくださった、開いてくださるようにのいは、旧約聖書の登場人物、イスラエルの獅子、マナセ族。エフタに関わる物語は、四式10章から12章に描かれている。エフタの母は遊女であった。しかし、彼は、相続財産に預かれないよう異母兄弟たちに追い出されたことから、さらに後に、イスラエルの指導者となったことから、彼は、 初出の子ではないと考えられる。初出の子はヤーウェの回収に入れなかったからである。おそらく彼の母はギレアドの第二夫人となる以前、遊女であった。エフタがイボ兄弟から相続財産を得られないよう追い出されたのは彼が長子であったことを示唆している。イスラエルでは第二夫人の子であっても長子の権として相続財産を2倍与えられる権利があった。 彼の相続文は、モーセの立法により保護されていたので、彼が相続文に預かれないようにするには家を追い出す、ことしか方法がなかったのだと考えられる。エフタの異母兄弟たちは、長老の中でも著名な人物であったと考えられる。エフタを出迎える娘、ギュスターブ・ドレガ。1865年。聖書によれば、イスラエル人は神に背いて、偽りの神々を崇拝し、神は、 アンモン人に18年間虐げられることになった。イエスラル人は偶像を覗き去って、神に憐れみをこい寝があった。時に、イボ兄弟たちから追い出されたエフタは、ギレアドノトブの地に定住していた。彼はそこで、アンモン人の霊族の身になることを拒否した人々の指導者となっていた。そして、アンモン人は、ツパに陣営を張り、イスラエルに対して戦闘を開始すると、 ギレアードの長老たちはエフタに指揮官になってくれるよう、請願しに来た。エフタは戦闘後も彼らの頭となり続けるという条件のもとに同意し、三つ葉の地で契約をした。エフタははじめ、アンモ門ンの王に恩信を送り、なぜイスラエルを侵略するのか尋ねた。それに対して王は、イスラエル人がエジプトから登ってくる時に、アンモン人の領土を奪ったので取り返しに来たと返答した。 エフタは続けて恩信を送り、モン人の主張を反駁した。モ門の王はこの反論を受け入れなかったので、エフタに神の霊が注がれ、戦闘が開始されることとなった。エフタは戦闘を開始する前に神に一つの制約をした。それは、もし神がモン人を打ち倒してくださるならば、自分の家に帰った時に最初に戸口から迎えに来た者を、 神に犠牲として捧げるというものであった。一部の聖書学者や批評家はこれを人心釘であるとみなしているが、これは神への奉仕のために差し出すことを表しているに、過ぎないとする見解もある。ヤーベはエフタの生願を聞き届けられ、エフタは暗ン,ン人に勝利した。エフタはミつパにある自分の家に帰ると、最初に出迎えたのは自分の一人娘であった。 エフタには彼女以外に子がいなかったので、彼は衣を引き裂いて嘆いた。娘は神への制約を果たすようエフタを促し、自分が処女であることを嘆くために2ヶ月間の猶予を申し出た。エフタはそれを承諾し、彼女は友人と山で自分の子孫を残すことができないことを泣き悲しんだ。その後、その娘はヤーウェ人に捧げられ、イスラエルの娘たちは年に4日間、 エフタの娘のために嘆きの歌を歌うことが、しきたりとなった。詩式十一章四十節は、近帝役、皇語役、新共同役、新会役などは、嘆くと訳されているが、禁帝役の欄外には、トークウィズという読み方も示されている。その後、エフライム族の人々はなぜ戦いに、自分たちを呼ばなかったのかとエフタに激しく抗議した。エフタは、神が、 暗門の手から救ってくださったことを強調し、反論するも、エフライム人はエフタを中傷したので内戦が勃発した。エフライム人は敗走したが、ヨルダン川で待ち構えていた。エフタの軍は、エフライム人が、シーボレトという言葉を正しく発音できない方言を利用して、逃亡者を見分けた。こうして、エフライム人の4万2千人が殺害された。エフタはその後も、 6年間イスラエルを裁き、死後ギレアドの町に葬られた。ありがとうございます。